こんにちは、ブレッドルーム室長の福助です。今回はですね、こちら1時間で、作れるパンブック130万部ヒットシリーズ、こちらのパンをちょっと作ってみたいなとずっと興味がありまして、今回作っていきたいと思います。はい、こういうパップが入ってますね。シリコンのスプーンと、まあ、カップですかね、シリコンのですね、スプーンとカップ、こういう畳めます的なやつですね。すごいですね、折りたたみ。それでは、仕込んでいきます。本当すべてをそぎ落として作ったレシピのようで、温度もグラムも測らない、だからデジタルばかりもいりません。これとこれで、今回はこの本のベースになっている一番最初のページにある、見づらいかな、こちらの基本のパン生地っていうのを作っていきたいと思います。まず粉が山盛り、このカップで山盛り3杯だそうです。山盛り、粉をカップで測ったら、砂糖と塩と、インスタントドライイーストですね、これをこのカップで入れていきます。レンジで作ったぬるま湯ですね、ぬるま湯を2杯ですね、2杯入れていきます。そうしましたらボウルの中でこね、3分こねるのかな。ひとまとまりになったら、バターを練り込んでいきます。3分ぐらいですね、計量から3分ぐらいで、こうひと塊になったら、叩いたり伸ばしたりするんじゃなくて、手のひらに体重を乗せて転がしながら押していく。ああ、なるほど。でこれを5分ほど、手を早くって書いてあります、5分ほど繰り返します。で生地が滑らかになったら、表面を張らせるように丸めるってありますね。やっていきましょう。で長くなったら畳んで、でまた同じことを繰り返す感じですかね。はい、5分ほど今、こねて、だいぶ滑らかに、ベタつきがなくなって、表面が滑らかになってきたので、まあ、まだゴワゴワしてるんですけど、したらこれを4等、表面をまず剥がして、こうですね、剥がして、で平らにして、で4等分、断面が中に来るようにまた剥がして、はい、この状態で乾かない濡れ布巾をかけて、5分ですね、5分放置。はい、5分経過したので成形をしていきます。2個丸いパンで、2個コッペパンですね。はい、4個、また室温で、30分またほったらかし、濡れ布巾かぶせて30分室温で、ほったらかしておきます。こんな感じです。で発酵を取ってる時間が、30分なんで、もうなんだろう、成形が終わった時点でもうすぐにオーブン余熱かけてちょうどいいぐらいですね。はい、そうしましたら190度で、12分かな、190度で12分、焼きます。はい、焼き上がりました。1時間で、本当に1時間でできますね、これ。ちゃんと膨らみますね、しっかり。まあ、イーストがね、普通のパンよりパンの2倍ちょい入ってるんですけど、配合的には裏というか、どうしてもこう割れちゃいました。やっぱこねやすいような配合にしてくれてるので、どうしても水が少なくて生地が固めなんですね。なのでどうしてもこう割れやすい生地ではあるかなと思います。パン業界にいる人間としては、うーんって感じが正直しますけどね。1時間で作るってなったら、まあきっとこういう感じのレシピになりますし、まあ、こういうパンになるのかなと思います。パン作ったことがないっていう人には本当におすすめですね。ちゃんとこういうパンが焼けますので、これ基本の一番最初のページの基本のパンなので、応用じゃないですけど、いろいろね、何種類もこういう、ね、色づいたパンとか載ってますので、
スタートとしてはいいかなと思います。こういうパン作ってみて、でそこからなんか本格的に作りたいみたいな人がどんどん増えてくれればいいかなって思います。130万部って本当すごいですね。ミリオンセラーでしょ、だからもう130万部とかっていやーすごいです。手軽です。はい、ぜひやってみたらいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。あ、食べましょうか。ちょっと食べてみますね。なんだろう、目が詰まってちょっと重たい食感ではあるんですけど、まあパンですね。